今年はすべてのグレーンがですね、ドライヤーつってます。要するに去年よりももっと乾燥してるってことは、まあ、それだけやっぱり日照が長かったってことと、まあ、それだけ日に当たるってことは、まあ、実もたくさん入るってことなんで、我々もですね、去年に比べたら今年の方がいいと思います。北海道の旭川からちょっと下の上川地区っていうあの辺りでですね、取れる酒米です、酒作りのために、いわゆる栽培しているもので銀プーって言います。銀というのは銀杖種の銀ね、プーはですね風ですね。銀プーという種類ですね。ちょっと、あまり同じ種類ばっかりではなくて違ったその酒米でも作ってみたいなと思ったもんですから、深山錦というですね、これはもうサラブレッドです。日本の高級酒を作る米、まあ、皆さん山田錦とか500万石とかご存知ですけれども、深山錦というですね米の種類もあって、でこれはまあ主に寒冷地なんですけども、まあ、福井とか岐阜とか長野とか あるいはまあ岩手とかその辺りでも作ってるみたいですけどね。それだと大丈夫かなと思ってやったんですけどもね、もう全然背丈が違いますね。銀プはもう70センチからせいぜいで80センチ。深山錦はそれよりもさらに10センチ、高いですよね。まあそれはその問題であったわけではなくて、今年はですね、要するにやっぱり花のつく時期が遅い。つまり穂が出る時期が遅いですね。約ほとんど一月ぐらい違いましたね。だからまあそういう意味で、どうかな、これは大丈夫なのかなと思って見てたんですけどもね、もうそろそろ諦めたところに穂が出てきましたね。残念ながらもう9月の末、9月の半ばから末ぐらいになってたんで、これはもう十分日照がないと。でそのうち雨も降ってきますしね。だからまあこの年には合わないかもしれないと。まあ将来期待できるのは、なんていうかその、こういうものをこう掛け合わせるとかね、そういうふうな形で、あるいはまあ何年かやっていくとですね、少しずつその、植物っていうのはその年に慣れていくというところもあるみたいなので、まあ地道にっていうか、まあ、気長に、これがこちらでもその酒の原料としてね使えるような時期が来るかもしれないと思って、まあ、毎年植えてみようと思います。一昨年あたりから、まあ、いろんなところで、まあ、記事に出たってこともあるし報道に出たっていうのは非常に大きいんですけれども、やっぱりみんなそういうのを見て、まあ、電話してきたりとかアプローチ作るわけですよね。それで、米作りたいんだけどっていう話があって、まあ、何人もそういう人たちいますけれども、本当に奨励を据えてやろうと思ったのはこのラルフ・ゴフさん、ゴッホですね画家のゴッホと同じ字を書くんだけど、ラルフって言うんですけども、彼はねキャットルファーマーなんですね。いわゆる肉用、食肉用のですね、牛を飼ってるんですけど、で彼がその私にアプローチをしてきて、米って面白そうだと、まあ、要するにもうちょっと多額化したいってことだと思うんです。それで、うちの機械を持ってってですね、まず2エーカー、これサレなんですけどね、サウサレなんですけど、でそこでまず2エーカー近辺にして水張って、で我々の機械を持ってってそこで植えたわけですよ。でそれが今年、そうね、あと2週間ぐらいで、向こうはちょっと遅かったですから植えるのは、多分収穫になると思うんですけどもね、でまあ、これでやれるなと思ったのか、もうちょっとやってみないと分かんないなと思ったのか分かんないんだけれども、今年彼がね、その5エーカーを2枚作るって言ってますね。ってことは、まあ、10エーカーですからトータルで12エーカーになるんだけど、これは大変なことですよ。私がそれぐらいの年があったらもうバンバンザーなんだけども、残念ながらここはね割にこうリミットされてて、まあそういうことでやっぱり我々以外に、その農業コミュニティの中でですね、その米を作ろうという、それも全く日本のカルチャーと関係ない人が
作ろうというそういう動きになってきたってことはね、我々にとっては大変あの追い風ですね、これからにとってね。で彼は私はもう全部その酒ではなくて、まあ、酒は酒米はちょっと、酒米 2割、あとは8割はですね、販売を作ってくださいと。で結局最終的に、まあ、彼のビジネスですから、彼のビジネスが成り立つにはやはりその米を売るというね、それも酒メーカーは1社しかいないわけですから、まあ一門で言いますけれども、だから知れてますよね、その需要はね。でもやっぱり販売になると、食用米になると全然違ってくるし、まあ、今のところですね、そのシェフがバンクーバーの、まあ、結構著名なシェフがですね、我々に米売ってくれないかって話に来たりしますから、やっぱり彼らは非常に興味があるんですね、やっぱりローカリーグローンということで。そういう意味ではあの彼のビジネスがこれから大事だというように、我々はどんどんあの支援をしていくという、まあ、あのできれば、いわゆるあのなんて言うんでしょうかね、米作、コーポラティブって何ですか、協同組合か、まあ、だから、米の、栽培のですね、協同組合みたいなものができて、他にもいろんな人が来て、で機械をみんなでシェアするというね、そういうコープのアイデアっていうのを僕は前から持ってたんですけども、もしかするとその一歩かもしれませんね。